ージはエルクエオイアンス。パチ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 、どんどんパフパフ。はい、はい、もう笑ってくれてんで、フルちゃん。はい、今週もお届けします、はい、エルクエオイアンス。番組司会進行するのは私、エルクストリートのボーカルジュライと、DJ ケントラックメーカーのタルスです。はい、はい、ということで、まあオープニングトークからね、あ、すいません、左のさ、コメントって出せますか。何、今日のタウ様はキャバ嬢かなってどういう意味なの。どの辺が分かる、キャバ嬢帽子かぶらへんやろ、うん、こんだけだらしないキャバ嬢いないやろ。しかもこれ私の帽子やねんよ。なんかでも結構似合うからな、最近貸してんねん。今日いきなりもう行くでって言ったら、下からこれかぶって降りてきてさ、あ、じゃあ上からかこれかぶって降りてきて、目はないで、いつも普通にパクんねやと思ったよな。そうそう、何やったっけな。あ、はい、でそんな感じで今日もエルカオイディアンスお届けするんですけど、はい、うん、とりあえず1週間の写真で1週間の話をしようかな、ちょ軽くね。はい、あ、そう、これね、アイダ、はい、これね、4月25日私たちの最新曲配信リリース決定しました、はい、4月25日に発売じゃなくて配信リリースされます。アイダ、iTunes レコ直、Amazon で配信されますので、200円、ぜひぜひみんな使ってね、はい、募金してください、うん、でこれはね、先週木曜日、うん、アーシャ撮影に行ってきた時の写真かな。あ、こっち来ていいで、そう見え、はい、うん、でこれがショッツやね。そうやね、うん、そうで、これはそう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 、こんな感じで、これはまあ覗いてるタオルさね。私の撮影風景を、これもね、写真撮るの難しかった。私モデルさん尊敬したわ。なあ、ピッピッピッみたいな。これこれ初めて、はい、エルク公式 LINE のエルクミの集いというのをさせてもらったんですけど、私たちリアルエルク屋でみんなに私たちの手料理を、これはね、ショッツ作のオムライスで、はい、みんなの名前の頭文字が書いてて、これはなんかそうで、名古屋からね参加してくれた子がひよこのプリン持ってきてくれたり、あ、タウルスがね、フルーツ盛りをこうやって作ったりとか、はい、写真まだまだあってんけど、うん、ちょっと多すぎるので、そやな、そう、ちょこちょこ出そうかなと思って、あとはそう、庭で、庭って言っても、まあ、庭というかベランダに毛が生えたぐらいの庭やけど、そこで無理くりバーベキューをしたりとか、クレヨンしんちゃんの家の庭みたいな、わかる、クレヨンしんちゃんそうで、みんなでバーベキューしてオムライス食べて、なぜずっと食べてたよな、ずっと食ってたな、みんな、そうそう、でこれは ELK、エルクって作って、でこれは、L やね、うん、E と K もあんねんけど、あ、で次の日がライブだったんですよね、はい、下北沢ブレスというところで初めて行った箱なんですけど、うん、ビートルズの、カバーバンドさんが主体にバンドする、音楽をお届けする箱で、ビートルズのグッズとか知ってた？何？知らん。あそこの場所でライブしてたから隠してたけど、うんうん、ビートルズのカバーバンドをする人の漫画の本見ちゃった。あ、そうなんや。これの感じなんやと思って。ほんでね、ライブのあくる日かな、20日は、21日にトリプルセブンソウルのアヤピーが、はい、バースデーだったということで、12時ね、超えるときに一緒にいてくれる、あ、一緒にいる相手を、私をね、あやぴが選抜してくれたんで、これ、ショッツとあやぴの初めての共同作業、ケーキ入刀、もうな、コメディ感が強いよな。あとはこれね、最近尾崎の追悼ということで、4月25日の命日に向けて、はい、尾崎豊の楽曲を毎日歌ったのをお届けして、やたらスタジオに入ってる1枚でございます。はい、そんな感じで、その1個前のあやちゃんとショッツくんのやつ、あれこそ愛だって感じだな。愛だの弱者あれにする。そっちの愛じゃなかったけどね、愛だの愛はちょっとね、そうそうそう、そうやね。ほんでって何だ。そんな、いや、1週間の話やん。1週間の話今いっぱいあったやん、こうアーシャ撮ったりさ、
うん、ホームパーティーしたりさ、ライブがあったりしたやんか、うん、それの、うん、あの感想や、そうね、目まぐるしいいっぱい過ぎたよね忙しかったから忙しかったね。で、あとね、あの先月、4月、うん、今月か、うん、今あれかな、その4月のまでの話で、うん、1ヶ月間かなんかで、うん、あのなんと外国人の人が150万人来たんですよ、日本に。これすごいことじゃないですか。いきなり話変わったけど、すごい話やな。これすごいことじゃないですか。え、4月に150万人の外国人、150万人150万人の外国人が日本に、うん、旅行に来てくれたんや。19カ国な。あ、4月1ヶ月で150万超えてんねんな。で、これって過去まだ終わってないのに、4月なんか、その今日やってたから分かれへんけど、4月なのか3月なのか知らんけど、それなんか桜のシーズンのやつで来てたみたいで、なんか田辺さんは今日の服はジュライさんの女物みたいで、ほら私の服ちゃうから。これ全部俺なんや。帽子だけ、私は同居でやって同棲じゃないからね、別に服せやせえへんよで、なんか東京オリンピックに向けて、言ったら歌舞伎町もあーこう開オープンしてたやん、なんかこう、あ、そうワイワイしやしたなと思って、ちょっとずつワイワイしやしたなと思って、あのこのスタジオをね、歌舞伎町からお届けしてるんですけど、うん、それこそあゴジラがいるホテル、今流行ってるとか、あの結構フューチャーされてる、そのホテルの下にいろいろ飲食店がめっちゃできてて、あのさ、京茶花ができてたよ。あの分かれへんねん、大阪の新地にある京茶花っていうお好み焼き屋さんがあって、うん、私そこのお好み焼きが大好きでしょっちゅう行ってて、で東京に引っ越してから大阪で行かれへんのがショックやったぐらいの美味しいお好み焼き屋さんが東京の歌舞伎にできてたから、ちょっと行ってみてみな。なあ、トマトあのトマトがメインのお好み焼きやねん。すべてトマトが入ってるねん。でもうまそうやな。めっちゃ美味しい。あっさりしてて、ちょっとお好み焼きでもちょっとこうイタリアン風な感じもありつつ、お好み焼きの雰囲気も残して。お好み焼きってケチャップ使うからさ。もう使うねん。でもめっちゃ美味しいねん、ほんまに。うんうん。それ美味しい。そう。京茶花ね。ぜひぜひ。はい、行ってみてって。何の宣伝、その前そんな人の飲食店の宣伝じゃなくて私は宣伝したのまで行ったから。俺は宣伝を行くじゃん。そう、4月はね、4月はっていうか、2015年はエルクストリートと快進撃ということで、うん、1年間今までに動いたことないぐらい動こうということをうちらはちょっと目標にしてるんですけど、うん、4月のその配信とミュージックビデオのリリースが、うん、4月は25日にさっきも言ったようにアイダの配信が iTunes、ご直アマゾンであります。で、4月27日、1日明けて、はい、2日後ですね、27日に、その間のミュージックビデオが YouTube にて配信解禁されます、はい、それはあのもちろん YouTube でお金がかからないので、ぜひぜひ皆さん再生をねして、再生回数を、はい、あのちょっと一流の有名人ぐらいに、あの皆様の清き再生でしていただきたいと思います、はい、目指せ1万回や、そう10万回、100万回や、レディーガガとか1億回とか。じゃあ1億回や、すごくない？行こうなあ、あの皆さん自分だけじゃ無理やわ、毎日見てもで、4月25日、再生してください、5日をアイダのリリースの、うん、した理由の一つとして、私のあのすごく敬愛する尾崎豊さんの、はい、あの命日でございます。でね、その命日の日は私東京に来てからは時間があればなんかお墓参りに行ったりしてたんだけど、うん、あの今年は次の日が新潟ライブで、あの移動に当てられる日になっちゃって、多分もうあさって、そう、しあさって、そう、あの行くことができないので、4月25日の命日に向けて、はい、今週の月曜日から、毎日 YouTube にて私があの尾崎の曲を歌う動画を配信しています。はい、してます。そう、今日3日目、1日目が街路樹で、はい、2日目が卒業で、3日目があのフリーズムーンやったんですけど、まあね、うまく歌えてる歌えてないは置いといてください。私の尾崎への愛が伝われば嬉しいなっていうのと、あれはもうなんかエルクごとというよりは、なんか尾崎のファンの人がめっちゃなんか喜んでくれてたし、尾崎のファンの人に向けて、なんか尾崎ファンの人がエルクにも興味それで持ってくれても嬉しいし、
エルクに興味ある人が私の歌う尾崎を見て本物の尾崎を聴いてみたいと思ってくれて YouTube で検索して聴いてもらっても嬉しいけど、それを聴いたら私の動画がチンケに見えるからどうかなとも思うみたいな話じゃねんけど、そんな感じよね。そうそうそう、今日の帽子若干透けてるよね。なんで愛だって、なんで愛だってタイトルにしたの。はい、とサビでね、後でやるんだよな。あの愛だっていうのは、うん、いろんな愛があると思うんですよ。恋愛もそうだし、はい、家族への愛もそうだし、友情の愛もそうだし、いろんな愛があるけど、やっぱさ、友情、家族、好きな人以外の愛ってあるやん。例えば知らない人がさ、道を自分に聞いてきてくれた時に教えてあげようって思う気持ちの愛とかも愛なわけやん。そう、親切心的な感じ。そうそう、そういう全ての愛に向けて歌ってるんやけど、はい、やっぱその私たちが生きたのはこの今の時代で、今より昔を、自分が生まれる前を知ることもできひんし、自分が死んだ後を知ることもできないけど、いつを生きた人もきっと幸せな日本とか幸せな未来を想像したであろうし、願ったであろう。で、それは全て愛があればその幸せに迎えるんじゃないかっていう曲なんです、はい、まあ聞いてよ、聞いて感じてよ。そんな私に、まあ、なんやろ、その2020年のさ、そうそう、オリンピック見た目で言わせるなまでに、うん、もっといい日本にしようよ、ね、うん、そうやね。まあ簡単にそんな感じ、はい、まあ聞いて、とりあえず今こそハトちゃう、はい、ハトはおらんから、じゃあね、そんな感じで今日もエルカンオーディエンス始まります。じゃあオープニングどうぞ、はい、ガッチャマンじゃない、いや、ゴッサムだよ。ガッチャ、ガッチャマンって書いたらびっくりする。あのバットマンのさ、ゴッサムシティのゴッサムだよ。あ、そういうゴッサムの意味。そうだよ。意味ではなんかあるの。わからない。ゴッサムシティか。ごめんな、バットマン見たことないね。バットマンってあれやろ、なんかピエロみたいな敵おるやつ。そう、キャットマンとかハロウィンの時もやってたくせにバットマン見たことない。あのね、それより実は、はい、青森県からエルカイオイディアンスを視聴してくださってて、私たちを応援してくれてるね。これあの名前言っていいかな。やっこちゃん。がね、はい、なんかこれちょっと私たちにプレゼントを送っていただいたようなので、ちょっとこれ開けようかなと思って今。結構頑丈に締められてる。だってめっちゃ手でいくの、手でいくのそれ。だってガラス瓶瀬戸物って書いてる。でもこれショッツさんも一応来たらいいの、手でいくのそれ。私が開けていいんかな。あ、そうなの。じゃあ開けさせてもらう。あ、ペン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 っていうことは、この画面の向こうにはペンギンさんがいるんやろな。ちゃんと見てくれてるんやな、こんな口して。ああ、いいやん。むさがっつりな。がっつりとか、なんか段ボール取れそうなぐらい。私の好きなエルカ流れてる。ありがとう。青森すげえ。そう、ハロウィンしてたんけど。青森行ったことないな。行ってみたいな。それもないね。青森ライブもないしな。ああ、行ってみたいな。ゆっくり。なんかめっちゃいろんなもん入ってる。何何これ。ちょっとなんか私は食べられへん子みたいな、なんか。あ、青森のラーメンや。いや、めっちゃ今日今から食う。青森のラーメン。すごい。味噌カレー、ミルクラーメン。めっちゃいろんなもん入ってる。美味しそう。ありがとう。味噌カレー、ミルクラーメン。あとはね、なんかまだあんで。日本うまいの。あ、お花来てる。あ、来てる。ありがとう、かわいい。ありがとうございます。優しいな。愛だよな。お前これ愛やな。うん。そう、今こそ。ああ、いい。流れへんし。流れへんしな。まだ25やから。ちょ
と食レポしてみてよ。あ、あの今食べないってことを、ま、これちゃん、これ食べたらあかんやろ。うまいわー言うて。ありがとう、やっこちゃん。ありがとうございます。食レポ、うん、したいけど食べた、ゆっくり食べた、ゆっくり食べたね。番組中って絶対ゆっくり食べられへんもん、残すこともあるし、あのコメント気にして喋るの。そう、yeah. だからあのこの食レポはブログで見て。タオ様は痩せてるの？太ってる？あ、ショールームな。あ、ショールームでやろうか。ショールームで3人だ。あ、あれ食べる。あ、それやるわ。オッケーオッケー。それやります。3パターンの食レポが必要だな。ショールーム食レポいいね、いいね。タオ様は痩せてるの？俺が痩せてるか太ってるか気になる。タオ様めっちゃ痩せてるね、今多分。太ってない全然。太ってる？分かれへん。今何キロぐらいの？体重測ってないからな。ただまあ、60ないぐらいじゃん。身長は？170。それって細いの？太いの？普通や。超普通じゃない？え、ジライさん怒らないでね。二の腕太ったって言われた。嘘！太ったかな？いや別に怒らへんけど、そんなことで怒るってどんだけ気短いの私。え、太った？多分な、体重は減ってるから筋肉つけやなあかんのかも。いや、そういうシビアな意見は大好きなので怒らないけど、ガンガン言ってほしい。どっちかって言ったら私は。はい。誰か細そうとも言ってくれてる。うん、よかった。いや、気のせいかな。でも気のせいじゃないかも。ちょっとこの辺がタプタプしてきた。なんでこんなことしなあかんの？知らんよ。何そのなんかふわってした感じの空気。タヤさんもギャルみたい。ギャルはやったけど。はい、はい、じゃあ質問コーナーそろそろどうかな。質問コーナーね、いつも皆さん質問送ってくれてるんですけど、うん、質問は elkst.info@gmail.com に毎日受け付けてます。はい、はい、Q&A1、 はい、アイダのリリース楽しみにしてます。今回のアイダというタイトルですが、人には愛し方がそれぞれ違うと思うのですが、今回のアイダについてどんな愛を伝えてるのか教えてください。もう喋った、さっき喋ったもんな、うん、ごめん、ちょあのちょ巻き戻しして見てみて。もう次の行きましょう、まあ、みんな仲良く。Q&A2 ジュライさんの尾崎豊追悼動画毎日楽しみにしています。ありがとうございま す。でも私はアイラビューとか15の夜とかしか知らなかったので、初めて聴いた曲ばかりです。ジュライさんの一番おすすめの尾崎豊の曲は何ですか？路上のルールかな。タイルスは尾崎が全然好きじゃないというか、その全く興味がないねんけど、私のせいでかなりの楽曲を知ってるよね、コアな楽曲を。そうやね、知ってるね。でも、うん、何かな、一番おすすめ、一番を決めれないから1週間動画やってるんだけどね。じゃあライブ映像で一番は何？一番これ感動するフリーズムーン、フリーズムーンのなあみんな夢はあるかいっていうところで私はいつも泣いてる。あれすごくいい、あれもめっちゃかっこいいやろ。あれはもうあの曲っていうか、そのあの曲の間にある MC があんねんけど、もう半端ない。あれは鳥肌ずわー涙バーみたいな感じになる。あれはなんか来るね。あれは見たかった、体感したかったなと思います。はい、はい、でもね、聞きやすい、うん、でも多分初めての人がそれを私にこう言われて、フリーズムーンを多分 YouTube で検索したらちょっと引くと思うよ。そうやな、ちょっと、うん、あのやっぱ尾崎豊は唯一無二であるからかっこいいねんけど、唯一無二すぎてちょっとやっぱすごすぎて、なるほど、あっさり聞かれるんだ。うん、ちょっとやっぱね、好きじゃない人はくどいと思ったり、うん、狂った人っていう印象を与えてしまうかもしれないけど、でもよく知ったらもうそれが全てかっこいいと思えると思います。何の宣伝や、もう意味わかれへん。ちょっと待って、アーティストなんて狂ってるぐらいがいい、はい、うん、とタオ様の気になる、タオさんの最近気になる女性シンガー、ね、鈴木ボンジュールやったっけな名前。あ、あの子や、あの人ちょっと気になるね。へえ、弾くの方法本物も見てみようかな。鈴木さん、鈴木やったと思うんだけど、高橋やったっけな、高橋やったっけな。尾崎の良さを簡潔に教えてください。魂の叫びかな、
で、タン様は髪の毛何ヶ月伸ばしてるの？って。もう何年、何年ちゃう？ 1 年もないよ。半年ぐらい。これどういう意味やろ？歌はなし、歌はなし、ライブ行かれへんくなりそう、バイクリ。あ、クリントンや。どういう意味やこれ。どういう意味だ。出来合いだね、うん、出来合いしてる。めっちゃかっこいいよ、ほんと。でも、あんだけ唯一無二やから、嫌いな人がいるのも仕方ないなっていうのも、きっとファンは知ってるねんな。尾崎のファンって。うん、そんなくらいかな、はい。じゃあ3問目、いきましょうか。エリコも唯一無二だよ、ありがとう。めっちゃ嬉しいな、それ言われるの。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。誰がいいで、誰がいる、誰が K なの。そうなんないよ。ないよな。はい、Q&A3。エルクストリート快進撃で毎回サプライズが多いイメージがあるのですが、今までファンにしたサプライズで、エルクストリート的に満足したサプライズはありますか。ない。ない、うんうん。もっとやりたいと思ってる。うん、もっとこうやらしい話、売れてたり、もっとできるのであればもっとやってあげたい、うん、やってあげたいとか自分がやりたいよな。 やりたい、うん、そういう風にした。それこそもうぎゅうぎゅう詰めのさ、武道館とかでのサプライズの方が私もみんなも感動するやろうから、うん、全然満足はしてないですね。でも今自分たちができる限りの最高潮は常に目指そうという気持ちではいる。でもそれが満足かって言われたらまだまだかな。満足したらもう終わってしまうしね。何が満足なんかって言われたらな、ちゃうくない。なんやろ、こう俺らが満足するものと、そう、満足するのはやっぱ相手かな、うん、やっぱみんなが満足してくれてたらそれが満足やけど、うん、って感じかな。期待してしまうんです。これ大丈夫ですか。いや、期待は常にしててほしいです。とりあえずまず25日、27日お願いしますOMG がまずサプライズだったよ。あー、ツーマンでもかなり衝撃サプライズだったけど。うん、初めてライブしたライブハウスどこ。私はね、大阪の、ね、トワイスカフェっていうファンゼ、トワイスの上のカフェで初めて歌いましたね。俺はあれやわ、ね、奈良の八音や。そうやな、あれな、あ、覚えてる覚えてる。そういうとこ好き、ありがとう。もう一個あるんやったっけな、うん、じゃあ、ラストの Q&A に行きたいと思います。 Q&A4。 この前のエルコフ会参加できなくて悲しい日々を送ってます。すごく楽しそうだったので次回は参加したい。次回またオフ会をやるならいつぐらいにやりますか。あ、一応なんか春夏秋冬ができたらいいなとは思っていて、で夏を考えてるけど、夏って2ヶ月しかないから、うん、その時期でライブとか結構入りやすいし、みんなも夏休みとかで忙しくなるから、もしかしたらちょっと夏飛ばして秋になるかもしれないけど、でも夏か秋にはやろうと思ってます。夏になったら俺が急にやりたくなるから、うん、そう夏テンション高いよ。夏になったら急に俺がやりたくなるから、バーベキューで安い肉を、もうバーベキューしたからな、次またバーベキューやったらな、うん、面白ないからな。あ、関西でやれ、シグルズ関西か。まあ、大阪はいいけどな。まあ、関西でやったらそこが 3回し結構動かなかった。そう。まあさ、シグルさんは私友達でもあるからね。参加したらあのいろいろ動いてもらうからスタッフとして。と回転寿司やってエルク屋で。待って、寿司逃げ。てかお寿司高いやん。ネタ築地行くのそんなん。いつも期待してハードル上げる間。期待はね、でもしててほしい、やっぱり、うん、期待ってか、気にしててほしい、いつも。いや、期待しててほしい、うん、あ、手巻き寿司みんなで作るの楽しそう。築地ね、美味しいよ。築地のね、あれ何やったっけな。でも、もうなくなるんちゃうの、築地、築地って。あ、なんか移転すんねんな、移動すんねんな、築地な。もう、まあ、何ヶ月かそう、サンマ焼いてん、今回あのバーベキューの時、ネイバーのまとめでさ、うん、私ネイバーのまとめ大好きやねんけど、回しもやからな。そう、いや違うけど、あのバーベキューの、うん、の時にサンマを焼いたら美味しいって書いてて、サンマ焼いてみんなにほんまに焼くんとか言われたけど、めっちゃ美味しかった。みんなバーベキューの時はサンマ焼いてみて。
アーシャさっき流れてたよ。あれはまだね決定のじゃないよ、うん、そうそう、チャーリズムは、あ、そうそう、寿司台、寿司台、あの寿司台はね朝6時朝5時だったっけから開くねんけど、だいたい2時間ぐらい前から並んで1時間ぐらい、だいたい1時間ぐらい並ぶんかな、1時間半かでも、で5000円でコースでなんかあっちの人が握ってくれんねんやけど、10巻で11巻目だけがその自分で選べるっていうので、めっちゃ美味しい。あれは私大阪人なんで、やっぱ大阪って食べ物が美味しいから、あの東京で美味しい店あるけど、あ、大阪のあそこ帰って食べたいなとか結構思うんやけど、お寿司はさすが江戸前っていうだけあるなって思ったぐらい、築地の寿司代は半端ないよ。半端ないって言って、みんながもっと並んだらちょっとめんどくさいから嫌やけど、でも行ってみて、関西らしくさ、高いけど5000円で10貫お任せで握ってくれて、11貫目が自分で選べて、何のネタでもよくて、でまあでもあれで10貫であんだけ美味しかった、私はまだ5000円、毎日行くには高いけど、たまに行くには十分と思う。だから今関西らしくタコパワーみたいな感じで、タコパって関西でする？あのね、私関西人ってさ、たこ焼き器を一家に一台あるって言われたけど、うち実家ないし、家でたこ焼きなんか1年に1回もうちせえへん。俺もせえへんし。せやね、でも家でお好み焼きはよくしてた。うち、それはする。うん、でもお好み焼きはやるし、お好み焼きの日はたこ焼きじゃなくて、あの焼きそばでお好み焼きあった、うちは。うん、そうそう。うちあるたこ焼き。たこ焼きパーティーをするっていうより、鍋パーティーをするしてたけど、タコパってあんませえへんかったな。やれへん。しょっちゅうあん一人でやってそう。やらへんやろ、さすがに。どんなイメージ？いや、安いやろ。うん、そう。だから、そうそう。あの、いいお寿司と考えて10貫やったら全然高くないよ。全然さな。その、あの、回る寿司のレベルやったら高いけど、だってかっぱ寿司どんだけ食べても1000円ぐらいもんなかな、いつも。まあ、12、3皿でも晴れたのかな。パンパンだから。東京住んでるけどたこ焼き買うから、でもたこ焼きって私外で食べる方が美味しいと思うねんけど。わかる、それすげえわかる。なんか自分でやって食べるものじゃないよな。なんか大阪のたこ焼き美味しいでしょ。大阪だったらね、私はね、あそこわなかが好きですね。美味しいよ、めっちゃわなか、うん、俺はたこいちが好きです。あああとたこたこキングとかも普通の美味しいけど、あと甲賀流も別に美味しいけど、うん、私はわなかが一番好きです。俺は一番はたこ一番好きです。大阪のたこ焼きって結構柔らかいのが多い。あ、うん、多い。あのこっちのさ、銀だこあるやん。あれもあれガリってしてる。そう、あれ、ね、私銀だこ好きやけど、すごいあれ初めてあの食べた時びっくりした。大阪のふにゃ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 やから、あんだけパリッとしててびっくりしてた。違うよ、カリカリじゃないよ、たこ焼きってふにゃふにゃだよ。あの、よく言うけど、外カリッと中ふわっとみたいなこと言うけど、全然そんなことない。外も結構ふわふわやな。大阪はカリカリ少ないよね。うん、そうやね、トロトロっていう言い方が一番合うよ。回る寿司屋で40皿くらい食べる俺が行くと、いくらかかる？だから10貫で5000円やから、10貫やから40貫食べるとやったら2万。でも味さ、すげえジューシーな美味しいのところってさ、そんな食われへんくない？うん、なんか満足してる。あとなんかね、あの間にカッパ巻きとかも入ってくるから、それでお金さ、お腹膨らんねん結構、うん、俺な、一個あそこ行ってみたいね。あのさ、今日二人機嫌いいで、いつも機嫌いいって別に。どこかな、分かれへんねんけど、なんかプロボクサーの人がやってる焼肉やねんけど、美味しそう。だから3時間か2時間のショーやねんって、うん、でもう何名か決まってて、予約決まってて、うん、で、はい、これはこういう風に焼いて食べてくださいって言って、 3秒、はい、こっちが片面3秒、はい、今食べてくださいって言ってショーしながらやってくれんの。そこめっちゃ行ってみたいな。ちょっとだけ言って、うちはなんかたまに機嫌悪いよって言われて、機嫌悪い、いや機嫌悪い日でもおいでやんすの時は機嫌いいよな、どっちかって言ったら。まあよそ行きやからな。あ、今日機嫌よく見えるんや。なんでかな、一緒やのに。ショックやな。オンオフ見てみたかったらここ来ることや。あ、でもここに見に来てくれる女の子が言ってた、オンオフが見れるのが面白いって、うん、入ってこう
それまでもうちょっとあんた早くしいやとか言ってんのに、はいってなる瞬間が面白いって言ってた。基本俺が怒られてる感じやねんなみたいな。そのイメージ。ジュライ焼肉好きすぎるだろ。私昨日同じことしょっちゅう言われた。それあのジュライほど肉好きな人あんまおらんでって言われた。私ちょっと昨日熱っぽかったんやんか、また、うん、ほんでわ体調悪くなったら嫌やと思って薬飲んで結構早く寝たりしてたんやけど、体調悪くなって嫌や思って肉食って治ったみたいな。そうそうやねそうやね。ほんでマジで私は元気がなくなったら肉とニンニクを絶対食べるね。なんなのほんでどうしても今日は頭悪いやつみたいな今日は絶対肉とニンニク食べなあかんねんって言ってて、うん、そらあの食べてる時にショットがいてんけど、ステーキ買ってきて家でステーキ焼いてしんどないので、ニンニク醤油でペロッと食べて寝て起きたら元気になってたもん。肉の力すごいな。すごいよ、それはもう、すごい、それはもうやっぱりね、パワーがみなぎってくる、うん、あのもう食べてる時からジュワ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 ってみなぎってくる。何なその単純な感じ。タオさんしんどい時キュウリかじって、そのキュウリ嫌いやから、この人めっちゃ嫌いやから。なんか昔お母さんに腐ったキュウリ食べさせられてキュウリ取らせた。なんかあのさ、ちっちゃい時ってさ、よくこうキュウリを全部剥いて、うん、こう塩とかさ、マヨネーズでこう一本で食べるみたいなとかってやってたよ、昔ちっちゃい時で。で、あ、味噌で食べるの好きやったとか、うん、まあしたらなんかつけてするやん、うんうん、で、うん、なんかこう味おかしいから初めの方でこれいけるん、うん、おかんこれいけんの、うん、でおかんは別に食べもせず、うん、見もせず、うん、大丈夫や、うん、俺ちっちゃいからさ大丈夫なんや、なんか変な味やねんけどな、変な味やねんけどな。でもこれぐらいになってからや、これぐらいになってこれいけんのっておかんに食わして、あんたこれ腐ってるわって言われてから食われんのってこれ腐ってるわ。かわいそう、かわいそうだな。タオちゃん虐待受けてたって。まあ、ある意味虐待もろみね、うん、もろみね。そっか、この緑っぽい感じがちょっと苦手になったよね。アイダの自己評価は100点中何点やって。じゃあちょっと自己評価考えとくから、うん、CM1 回いこうかな。はい、うん、待っててね。ブラックソードって毎日洗濯3年不快病なんだって。さらに行ったことある人にもが感じたるらしいよ。簡単だろ。間の自己評価、自己評価何点ですか？これかようか？うん、いや、タウルス的自己評価100点。ほんまに言ってる？ほんまに言ってる。なら別にそんなやろ出来がいい悪いとかじゃなくて、エル君にしか作られへんよなと俺は自負してるから。おお、すっげえこと言ったこの人。もうじゃあそれでいいわ。何それ、成功成功あーそうなんや、うん、すごい。え、英語って言うとある。いやもうこれ以上の、意見はないなと思って。それ以上は、それは多分、まあ、作れると思うけど、その時はもう愛だっていう曲じゃないから。うん、そうやな。それ以上は作れないっていうか、うん、それは違う楽曲やもんね。うんうん、確かに確かに。こんな感じかな、俺は。で、毎回100点やったら毎回成長してるってことだもんね。うん、そうやな。はい。いや、私は左に同じくでいいです。はい、いや、うん、だ買おうってせっかく言ってくれてるから、私がいらんことを言ってあのこの人の購買意欲を削いでしまったら困るから。そうそう。あ、で海でなんかやろうぜっていう人もいる。あ、もうそうなると私はその水着着れる体にするところから努力しなかったから。時間かかるな、それ。時間かかる。来年の夏とかだと。もうええ、もうウエットスーツ着とったらええやん。3時間ぐらい並ばないとダメなんで。いや、1時間ぐらいでいけるで、いつも。何が？いや、避けろ。コメント読んでて。海は大変やな。
ジュラザップとタウ様の音楽を始めるきっかけは何だったの？エルクストリート。エルクストリート入ったから。そうそうそう。だからエルク入るまで音楽何もしたことないし。きっかけがエルクなんだ。フジテレビじゃなかったけど。はい、何フジテレビ？いやもうええわ。あの広まんといて。分からへんかったら。海なら参加できない。何なん？何？なんで太陽があかんとかかな。あ、水はエルクとか。じゃあなんで、まあいいか、ちょっと話が長くなる。じゃあ、あの今日はタウルスが何か持ってきてんやろ、また IQ テスト。な、IQ テスト、じゃあします？します？俺で、うちらだけする？うん、私だけやるじゃん。振って振って。じゃあ、うん、まああの、まあ、もちろんもう知ってる人もいると思うんですけど、うん、視聴者もできるよって聞いてる。はい。まあ多分これテレビでやったやつを今からやっただけやから、うん、さ知ってると思うけど、はい、じゃあ私も水着は切れないよ。なんか変な音鳴り出したな。ちょっと私の大崎の街路地流れてる。はい、ちょっとじゃああれ欲しいな、書くやつ。あ、OK です。あののキーワードは書くやつは OK。 はい、4月26日は新潟遠征ライブで初めての新潟です。イクトピア初夏イクトピアキラキラガーデンっていう場所でライブします。で次が5月2日大阪栄東ゴイスという箱でキングシャインファミリーのワンマンライブのオープニングゲストで歌わせてもらいます。で次の日が、5月3日大阪アメ村ファンズでトワイス、それは、出演時間がトリから2番目、20時半からの出番になります。でもって、5月次が10日かな、5月10日日曜日ブランド東京という箱で、それはデイイベントになるので、まあ多分夕方から終電までには、イベントが終わる時間になるので、皆さんぜひぜひ全部チェックしてください。じゃあいいかな。はい、この世界には IQ の高い人たちが、集まる団体があります、まあ、それはあのメンサというね、前回も言った話なんですけれども、メンサという非営利団体なんですけれども、まあ、これに入るには大体人口の上位 2% に属する IQ の持ち主しか、あの入れない団体なんですけれども、まあ大体 IQ148 以上のね人の、あの団体なんですけれども、じゃあこのねメンサ自体独自のテストをちょっとやってみますので、本当はこれ15秒で答えないといけないんですけど、多分それ無理やと思うから、何秒か1分、うん、じゃあ1分で答えてください、うん、まず1問目 IQ120 から130ぐらいの問題です。大阪ライブ来てくれるって言ってる人誰から DM かなんか送ってください。はい、あ、高見か。はい、行きます。 OK、 高見 OK だぜ。どうぞ。4ハテナに入るものを答えてください。プラスが1 で, 1でアンドが2 で, 2でドルが3 で, 3でパーセントは何でしょう。パーセントは何でしょう。もう番組を面白くもできへんわ、全然わからないなんか何これみたいな。はい、いや全然分かれへんから言って。はい、こちら、うん、答えは0です。うん、なんでな。これね、あのね、まあちょっと見にくいかもしれないですけど、うん、これあの交差する数なんですよね。このプラスやったら1回だけやん、交差してるの。アンドやったら2回交差して、ドルやったら3回交差して、パーセントやったら0。
いうことでゼロなんです。でこれあなたは答えたの？これね僕ね実はね分からなかったんですよ。120から130の方でも次の130から140の方分かったんですよこれ。あそうなん、ちょっとやってもうちょっとで分かったのにって関係ないわそれ絶対。じゃあ次10IQ10 個プラスアップしてるんでもうちょっと難しくなるんですけど、めっちゃ嬉しそうなキャバ嬢これね、うん、次あの答え複数あるんで複数の答えがあるんで、はい、これなんて薄いな、はい、IQ テストとかよく Facebook とかでも上がってくるけど私あんまこういうの得意じゃないな。なんかたまに分かるのあるけど。ジュナちゃん予定した通り行くよ。はい、じゃあ行きまーす、はい、また1分で答えてください。続いて130から140の問題。次の法則と同じ法則を持った言葉は何でしょう。これ複数ありますよ答え。これちょっと音楽っぽいよね答えが。いやそうだろうなと思うわ。え、その前に、うん、これなんて読む。え、じゃあこれ一個一個の単語や。あ、一個傘そこ、行き、岸っていうこの一個一個の単語や。あ、傘、うん、そこ、行き、岸。近いね、読みが2文字、うん、近いね。お、なんかいろいろやりだした。じゃあ、話しといてや。これね、僕これ分かったんですよ。え、で、ね、これと同じ法則っていうのはどういう意味、うん、だから、あ、これってこういう法則なんや、だからこの言葉もあるよね、この言葉もあるよね、この言葉もあるよね。複数答えがあるわけよ。複数とかメッサーあるってこと。でもメッサーはないだから何個って言われたら多分まあ数えたら、まあ、あるとは思うねんけど俺は2個ぐらいしか分からない。リタイアしますか。まだ。ヒント、なんやろ、だからほんまに音読みじゃなくて訓読みやね、ヒント。訓読みか。ってことはこっちか、手の方か。え、ちゃうだろ。そこの方。そこの方や。あ、そっか。訓って音って音やろ。え、ちゃうの？え、俺が間違ってんの？音読みってカタカナの方やんな。訓読みが普通のあの日本語訳でできる方やんな。え、めっちゃ悔しい。もうこれめっちゃ分かりそうなのに。分かるかな？分かるか。そう、俺もカタカナ音読み分かれへんやな。まあ英語やろな、それ。行きだけが違うねんな、それやったら。なんで？いや、これ一個、うん、あ、濁音入るっていうことかなと思って。あ、がさ、あ、濁音にできる。そうそうそう、と思ったけど、この行きが濁音にできひんから。え、何やろう。ジュナイちゃん怒ってるよ。怒ってないか。悩んでんねん、どっちかって言ったら。かさ。で、まあIQ テストって大体そういう感じやな。その発想の違いというか、そういう風にしたらできるんじゃないのかとか、そんな感じだね。あかん、もういいわ、ちょっと早っ。もういいんちゃう。そうやな。
あと1時間悩んだら多分できるけど、ちょっとそれしたら番組終わるから。ね、こちらの答えは、じゃ答えを言ってからやろうか。これ答えな、まあ浜とか、棚とか、坂とか、赤とかもそうやねんけど、あいうえお順にちゃんとあいうえを書きくけ、こう差し捨てると差し捨てとって、あの50音の並び方あるやん、でしたら隣同士の言葉やん。かさって、かとさって、あいうえあかさかなか、か書きくけ、こう差し捨てそうやん。で隣同士でかさっていう言葉ができるやん、はあ、でここもそうで差し捨てそう、かきくけこうか、そうで、そうこうっていう言葉ができる。あーむっ、あ、これは分からんわ。このあ考えて分からんかった。隣同士にあるっていう、それで言葉ができるそれっていうの分かった。分かってこれすごいな、これな。へあ、言い出して俺傘、うん、じゃ あ母音あーあーで言ってんなと思って、そうそう、私も母音をかなと思って、で母音こう言ってんなってだってね、ちょっと見たらで書いたら、あれこれ隣同士ないってなってん俺。ああ書かえな、書いたらな、ひらがなで書いたら分かりやすいかな、っていうことでした。おお、じゃあ田島がすごいということで一回 CM に行きましょうか。どどん、どうぞ。お言葉ですが、東映社員、確かに今回の件、私のミスで発生しました。しかし、ヘルプについて強引に会おうとまた事実。今回無事回収できた暁には、トヤ社員にあなたに土下座してお詫びしていただきたい。ようこそ僕のシンデレラ。鳩じゃないよどんなんだその鳩町って、なんだそれ。これいつかな、みんなの期待に応えてタウルスに鳩出さしたいねんけど、鳩出すってさ、マジックの中でも結構技術高ない？あの鳩はどこにおるんかわからへんさ。だから生きてない鳩でいいんじゃない？え、でもやっぱ鳩ってさ、鳩みたいな、でも鳩って出した時にワサ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 って飛んでいくからいいのに。歌舞伎町にハトいっぱいいるけど、そうなんかこう供給地しそうやんなかった。お笑いで行くんやったらさ、こうやったら政治家ハト山さんとか頭からこうパッてやって、ハト山さんボーンって出てきたらおもろいかもしれへんけどさ、お笑いで行ったらアンチやと思われるんだ、そんなしたらせやねん、だからむずいよねせやな、汚いけど手軽やでて。でもあの歌舞伎町にはびこるハトが言うこと聞くとは思わへんねんけど私。うん、何やろ、外におるハトはだけは嫌や。あ、旧館長の阿部ちゃん診断知ってる？な、誰それ？あの、YouTube で旧館長スペース阿部ちゃんってやったら出てくるんだけど、あの、喋る旧館長めっちゃ、あの、はい、もしもし、何々でございますけど、はい、はい、すいませんっていう、ほんまにこのくらいクリアに喋る旧館長の阿部ちゃんってここって、阿部ちゃんここっていうか、それ人を見たことある。あの旧館長がおってんけど、その子が亡くなってん。その子が阿部ちゃんっていう名前が、阿部ちゃんっていうな。で、その子のファンやってよく見ててやんか。ファンな、うん、え、だって電話とかで、あのはいもしもしっていう、めっちゃ可愛いね。そう、阿部ちゃんっていうのが亡くなった。あ、チケット会員放送にあの変わったみたいですね。あの、ここから1ヶ月100円のあの課金サイト、あの課金番組に、あ、ほんま俺なったわ、出るんですよね。なんかアコギな商売をしてると思ったらごめんなさいでもね、あのドワンゴさんが ね、はい、あのエルクやオイディアンスをこれで宣伝してバックアップしてくれようということなの で、 そうなんですよ、ね、あのエルクストリートがもう一回り大きくなるためにも、なれるかなと、エルクやオイディアンスがもうちょっとみんないろんな人に見てもらうためにもの100円なので、あの月々100円なんでね、まあ、あんま払ってとは言いたくないけど払ってください。一日換算したらね3円ぐらい、まあ、確かに確かにそうまでめっちゃ安いけど、毎日やってないからおいでやす、別にそう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 、これ見てくれてる人おんのかな。あ、コメントはできるの？え、声は聞こえんの？声は聞こえへん。そうなんや、
メントしてくれてんねや、声聞こうへんのに。それはなかなか、え、それってあれな、こう今普通に聞くねんけど、私なぜか見れるよ。いや、そういう人たまにいるねん。そうやん、前回俺も見れてん。私も先週なぜか見れてん。多分あの一番初めのこう予約とかするページの時にさ、チケットみたいな感じされてるやん、うん、あれ押したら多分いけんじゃん。知らんけど、知らんけど、よく大阪人が使う知らんけどやけど。え、全番組見る。あ、私買ってた。あ、そうなん、ありがとう。分かれへんで、俺も知らんから。あ、全番組なんや。あ、ナイトチューブの。あ、そういうことか。で、ナイトチューブさんの他の番組で課金されてる人も見れるんや。あ、あ、そうなんや。じゃあ余計いいやんな。別に俺のせいちゃうやん。俺のせいみたいな感じだったけど、俺のせいちゃうやん。よかったよかった。あ、じゃあおいでやすで100円入れてくれてる人も他の番組を見れるよね。あ、じゃあ安心やね、ちょっとね、うん、なぜか先週払ってるのに見れなくなった。先週言ったよね。ごめん、そういうのはクレームつけるからどんどん言ってください、うん、私たちに。先週は逆だったんだよね。そうなん。いや、なんかよく分かれへんねん。でもうちの母親とか父親も毎週見てくれてるけど、先週はあれなんか買ってないのにチケット入手になってるよって言ってて。何？え、何？募金放送もあるらしいよ今。何それみんなにお金集うってこと？やらしないそれ。さすがに余裕はそんな。なるほど、ちょっとな、ホストがやってるよね。あ、そうなんや。こう詐欺臭いわ。スクショに忙しいタイムシフト市長セナ。あ、スクショいっぱいしてくれてんの、ありがとうありがとう。募金放送サイン入りとかいろいろくれるらしいよ。あ、なんかこれ課金してる人欲しい？なんか欲しかったらあげるけど。あ、違う、あげるけどって変やけど。めっちゃ上から出たけどな今。いや、なんかそんな考えてなかったなと思って。なんかしなあかんのかな。ええ、あ、クラウドファンディングね。うんうんうん。ジュライのプロマイドでいい。いや、私なんかこんなん言ったらあれやけどさ、ポスターとかさ欲しいと言ってくれたらほんまにいくらでもあげるんやけど、なんかさ、自分で売り物にする勇気がないのよね。私にとったら自分の写真やからさ。ジュライは売り物ですよ。ジュライは売り物ですよ。そう、欲しい欲しいやったらもう全然あげるから、欲しいものは言ってね。え、課金した人は何かあげるとか素敵、欲しい。でも課金した証明をどうやって取るの？証明してくれって言うのもこっちもなんかやらしいやん。あんたほんまに払ったみたいなさ。別に言うてくれたら別にやったらええんちゃう。まあそうやな、うん、何そのなんか細かいと感じの。やくやんすな。そっかそっか。じゃあみんな言って、別に嘘でもバレへんみたいな。そう、見れなくなってから LINE とかくれる人だけに言おう。どういうの？見れなくなってから LINE とかくれる人だけに言おう。あ、合言葉？何合言葉って。あ、今か。あ、今見れなくなった間に合言葉を言っといたら、その合言葉を知ってたら課金してるってこと？で、次も違う合言葉聞いてると。あ、そういうことね。でも山か川かしかないしな。やろ、合言葉。じゃあ今週合言葉の何にする？愛だね。うん、愛だな。じゃあ今週の合言葉愛だで。いや、でも待って、何もあげるもんまで用意してなくない？毎週何あげたらいいの？あ、ステッカーみたいなあげよっか。あ、番組ステッカーみたいなよくあるやん。番組ステッカー。 あ、じゃあエルクやおいでやんす、エルク番組ステッカーをあげます、うん、なんかあるの？あれでいいやん。任せつくんで、ないから。あとだってタオル、今決まったから。いや、タオル高すぎるからちょっと待って、そんなコスト上げられたらみんな100円やから、こっち。いや、100円でタオルはさすがに上げられへんよ。今から作る。いや、やっぱりあれ俺がやろうとしてこうバーンって。高いだから余ってるタオルください。いや、余ってない売り物です。タオル2000円で売ってるからね、さすがに100円じゃ上げれないよ。あ、じゃあ、はい、あの今日の合言葉アイダなんで、うん、あのエルクストリートのエルク名に入ってる人は個人 LINE で愛だと送ってくれたら、番組 URL、 番組 URL じゃない、番組ステッカーを。で、あのエルク LINE に入ってない人は elkst.info@gmail.com でエルクストリート宛てにあのメッセージが届くようになってるので、はい、そこに愛だっていうキーワードと送ってほしい先の住所と名前を送ってください。本当、うん、欲しい、すげえ欲しい。あ、ほんま、あ、そう言ってもらえたら安心した。
って言っても家帰っていつも来てへんかったらもう私ステッカー持ってめっちゃ怒ったろ家でそのステッカー捨てたったやんまだ作ってないけどだからもう来てへんかったら作らへんよねもうそやなそう来週できてなかったら来てへんかったやんってみんな思っといて思っといてくださいあスタジオ行ったら合言葉わかるうんでもそれはまあスタジオに来てくれたっていうねそこまでのご足労をしていただいてるので、はい、それ大ということでねじゃあステッカーをあげようかな今日は、うん、でも今日はないけどね今日も見てきてくれてる子いるんやけどね今日はないよねじゃあ話変わるけどさ、うん、お服かわいいなかわいい思ってたなあ、うん、これよかったええー、な思って知らんわえそれは何て書いてるか分からへん何て書いてるか読まれへんねん風船丸あるでみんな何て書いてるか分からへんねんロベルト・ギラーニューヨークニューヨークのブランドなんじゃんそう、それ言いたかっただけそれはそう、それはそう私に読ませて一見たかっただけみたいな一見たかっただけ先コメント今日も超えた嘘ありがとう嬉しいわほんま嬉しいありがとうほんま皆様のおかげですよ、はい、でもねほんまに今年は快進撃ということでミュージックビデオ毎月配信新曲楽曲毎月配信の10ヶ月、うん、3月から12月まで続けてでオイディアンスが毎週水曜日にあってそれ以外にもいろいろライブも暖かくなれば路上もやるのできっと遠方の人もネット上で私たちに会えたり見れたりとか近郊の方もいっぱいライブに来れたりするような1年にしたいと思うので、はい今年中の1年間はエルクストリートと一緒の思い出いっぱい作ってくださいはいお願いします、うん、でな、うん、なその M ミュージックビデオもさ、うん、まだ撮ってないけど次回作全然色違うやんもう次回作早撮りたなあ全然色違うやんあヒントやなこれなヒントやなこれヒントこれヒントこれヒントそんな曲やいやでも次回作めっちゃ楽しみでもそれね5月まで日にち決まってないんですけどおエキストラを大募集してるので皆さん、はい、私たちが撮影日をあれしたらぜひぜひお友達誘って、はい、何十人何百人いてもいいのでぜひぜひそのミュージックビデオを成功させるためにもエキストラの協力もよろしくお願いしますお願いしますじゃあ来週もいるからおいでやす見てね今日もありがとうありがとうございます来週見てくださいグッバイグッバイじゃあ何か一言最後にはそむいてビクビクしてては掴めないような肩を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ強くなれ強くあれ自分に負けない心持て女子供やしないこの国を背負う侍たちよ強くなれ強くあれ自分を生かした道を持て夢や希望を忘れた若者を奮い立たせた村へよ強くなれ強くあれこの番組はロランのスポンサーの提供でお送りしましたこの国を背負う侍たちよ